あやとちりだ。ダメとは言っていない。ジジイを変える？話はこいつらを倒してからだ。そっか、あいつずっと旅に出たっきりだもんな。奴らの足取りを終えるのは俺だけだ。そうだな、俺が説明すっと。俺だってあんな連中好きじゃねえよ。それはかつて聞いた。お前にとってのそれは一体何なんだ？つまりどういうことだってばよ。ナルト、これはどういうことだ？俺の負けだ。だがあいつならいずれ自力で戻ってこられる。つまりお前は目に頼っちゃいねえってわけだ。話したのは数人だけだ。お前らと違って簡単に力を手に入れてきたわけじゃねえんだ、サスケ。なんでこの葉に帰ってこねえ？もっと苦しくなったのか？そんなになってまでなぜ俺の邪魔をしたがる？今はそこしかない。砂漠草体操では完全には封じきれてないだろう。お前を守るためのものだ。それはかつて聞いた。ナルトのところだ。
前とは違う八尾。自分でも不思議に思うってばよ。これを渡せばわしは寝ちまう。もう吸収されねえよう術はギリギリまで出す。俺のせいなんだよな。いいか、兄貴のイタチを倒した。復讐をした。お前は今どこにいて何を考えているんだ、サスケ。なんで木ノ葉に帰ってこねえ。美獣たちが抜けた今助からん。お前をぶっ飛ばしてな、ナルト。お前たちの前任者の最後だ。お前のことを見ようとしなかった。お主の死に対する倫理的観点はわしの時代のものとは異なるな。仲間一人救えねえ奴が木陰になんてなれるかよ。簡単に己を死という言葉に置き換えるとは機会を持つのだ新人よ。なんか何言ってっかよくわかんねえ。面倒な仕事を引き受けてくれないか。